こんばんは、ドライトニュースの時間です。ジャバ版マインクラフトスナップショット 20W49A のアップデートがありましたので紹介いたします。今回もバージョン 1.17 ケーブズ&クリフス洞窟トカゲのアップデート内容の追加要素もありますので紹介いたします。まずは新たなバイオーム鍾乳洞が登場しました。前回登場した鍾乳石が鍾乳洞で生成されます。はい、ジャバ版マインクラフトスナップショット 20W49A のワールドに来ております。こちらがあの鍾乳洞です。これで鍾乳石が自然生成されますね。しかしこちらのバージョンでは普通の方法では生成しないため、このようにワールドタイプのシングルバイオームでドリップストーンケーブ鍾乳洞を選択しないとできないようです。そして鍾乳洞はちょっとした洞窟や地下の渓谷にも登場するようです。ここでは鍾乳石ブロックの柱まで登場します。鍾乳石もこのように自然生成し、ちょっとした洞窟もこのように少しだけですが鍾乳石が生えております。そして鍾乳洞にはこのように水たまりがあります。地下渓谷やちょっとした洞窟にもあります。今は鍾乳洞の範囲が小さいかもしれませんが、今後洞窟は大きく変わるので、その時の鍾乳洞もまた大きく変わるかと思います。楽しみですね。ちなみに日本語翻訳は鍾乳石ブロックと鍾乳石です。以上、現場からでした。続いてのニュースです。ついにスカルクセンサーが登場しました。レッドストーンも無線化となります。はい、足元にあるのがあのスカルクセンサーです。スカルクセンサーは振動に反応するようで、歩くだけでもこのように反応します。こんなにスカルクセンサーがあるとめちゃくちゃうるさいですね。恐怖を感じますね。雪玉や卵を投げると落ちたところから反応するようです。さらにアイテムをドロップしてもこのように反応します。そして投げた瞬間も反応します。歩きやちょっとした動作も何でも反応するようです。しかしスニークで近づけば反応しないようです。脱出ゲームでスニークしないといけない場所がある場合にスカルクセンサーは使えますね。スカルクセンサーが反応する距離として1ブロック以内です。離れすぎると反応しないようです。ブロックの設置や破壊でもこのように反応しますが、9ブロック以上離れると反応しなくなります。そしてスカルクセンサーはレッドストーンの動力が入ります。強さは距離や振動の大きさによって変わりますが、離れたところでジャンプした時は動力1しかありませんが、近くでジャンプすると動力13まで強くなりました。距離によって動力も変わるようです。スカルクセンサーが動作する時間として40ティック2秒間続きます。その間は他の振動を感知せず、振動のパーティクルは飛びません。そしてスカルクセンサーの適正ツールはクワで回収でき、なんと浸水も可能です。浸水しても感知するようです。スカルクセンサーを使えばレッドストーンパウダーを使わずに遠くから動力を送ることができます。今回は30ブロックが離れたところにある花火入りのディスペンサーを起動させてみましょう。スカルクセンサーを設置してその横に動力を発すると動作するブロックを置きます。今回はフェンスゲートを設置します。8ブロック離れたところにスカルクセンサーを設置してフェンスゲートを設置、それを繰り返して最後にディスペンサーの横にスカルクセンサーを置いて完成です。それでは実際に起動してみます。一番離れているスカルクセンサーを起動します。そして追いかけてみましょう。このようにレッドストーンパウダーを使わなくても花火を打ち上げることに成功しました。これがレッドストーンの無線化です。フェンスゲートを設置することで振動が発生し、次のスカルクセンサーへとつなぐことができます。必ず振動が発生するものを設置しましょう。しかしウールを壁にすると振動が通らず反応しません。ウールなので振動を吸収してしまうのでしょう。ウールを使えばスカルクセンサーは反応しません。反応させたくない場合はウールを使うといいでしょう。スカルクセンサーにコンパレーターを設置すると先ほどの振動とは違う周波数値になります。コンパレーターを設置してない場合は近くにいると動力が強くなっていましたが、コンパレーターを設置すると遠くにいても近くにいても歩く振動は全て1になります。これは振動のアクションによって動力が変わるようになります。他にもジャンプなら動力5ですが、離れても動力5です。このように動力の強さも固定になります。アクションによって動力の強さを固定したい場合はコンパレーターを使うといいでしょう。歩きなら何も起こらないですが、ジャンプすると何か起こるということもできますね。スカルクセンサーは今はクリエイティブのみでの入手です。今後入手方法について追加がありますので楽しみですね。以上、現場からでした。
最後のニュースはこちら。マイクラトピックス。こちらのニュースは、ちょっとした変更点やバグ修正など、細かい情報を Google 先生で翻訳した通りに紹介するコーナーです。それでは、紹介していきましょう。吸収効果には毒ウィザーのテクスチャーがない問題を修正しました。オプションの関数タグはタグが存在しても実行されない場合がある問題を修正しました。ボイドの上にブロックを配置または削除するとサーバーでデコーダーエクセプションが発生する問題を修正しました。重なった銅のハーフブロックは採掘時にハーフブロック一つしかドロップしなかった問題を修正しました。凍結ダメージを受けると吸収ハートが壊れているように見える問題を修正しました。プレイヤーが凍結ダメージを受けるとハードコアハートは全ての色を失う問題を修正しました。カットされた銅にワックスをかけても酸化を防がない問題を修正しました。看板をレンダリングするときに未使用のサインキャッシュ問題を修正しました。鍾乳石がネザーに水粒子を生成する問題を修正しました。鍾乳石がプレイヤーの手に接続されない問題を修正しました。上のブロックを取り外しても鍾乳石の大きな柱が落ちない問題を修正しました。少なくとも2ブロックの高さの鍾乳石の下の大釜はいっぱいにならない問題を修正しました。フローティングブロックを鍾乳石に設定すると交換されたブロックがアイテムとしてドロップされる問題を修正しました。たまに落ちる大きな鍾乳石はアイテム化した鍾乳石を全て落とさない問題を修正しました。プレイヤーが下の鍾乳石の当たり判定の中にいる場合でも鍾乳石を互いに重ねて配置できる問題を修正しました。鍾乳石の水大ステージが落下ダメージを打ち消す問題を修正しました。取り付けられていたブロックが取り外されると鍾乳石が重複する問題を修正しました。鍾乳石のヒットボックスがブロックを超えて伸び、近くの鍾乳石が落下できなくなる可能性がある問題を修正しました。鍾乳石は落下したアイテムを破壊しますが、下の鍾乳石を破壊しない問題を修正しました。鍾乳石のヒットボックスが別のブロックのスペースに伸びている場合、そのブロックに伸びるエリアをターゲットにできない問題を修正しました。鍾乳石とモブじゃないエンティティ間のフィッチ問題を修正しました。フローティング鍾乳石チップが大きな鍾乳石ピラーから取り残されることがある問題を修正しました。鍾乳石がアイテムを鍾乳石アイテムに置き換える問題を修正しました。ネットマインクラフトワールドエンティティエンティティリセットポスでのコーティングエラー問題を修正しました。浸水した鍾乳石が更新されない問題を修正しました。ピストンが伸びてもピストンに取り付けられている先の鍾乳石が取り外されない問題を修正しました。以上、Java 1 Minecraft Snapshot 20W49A のアップデート内容でした。ついにスカルクセンサーが登場しました。レッドストーン装置の無線化の登場です。振動によってセンサーが感知し、距離によって動力の強さが変わり、さらにアクションによっても動力の強さが変わるという面白いセンサーが登場しました。使い勝手が良さそうですね。洞窟と崖のアップデートの正式リリースは2021年の夏頃にリリースする予定です。それでは良い一日を。